はい、こんにちは。雨が続いております。本当はですね、何か知らせようかなと思ったんですけど、雨がひどいので今回も座学です。ということでですね、前回は配線についてのお話をして、本題は今回なんですけど、ブラシレスモーターとブラシモーターの違いについてっていう部分と、 ESC を選ぶ上で知っておきたい知識についてお話していこうと思います。で、レディートゥーランのセットやブラシレスモーターのお値段を見て、ブラシレスイコール高性能みたいな、そういった印象を受ける方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ブラシレスモーターの方が細かい設定とか制御ができるという面では高性能ではあるんですが、イコール速いというわけではないんですね。ただ速くできる構造ではあります。ということで、まずは構造の違いについてのお話、ブラシモーターとブラシレスモーターってどう違うのっていう部分をお話していこうと思います。まずこちら、ブラシモーターですね。回転する軸にコイルがついてて、このコイルに電気を流すことで磁力が発生して回転するんですけど、その電気をどう流してるかというと、 ESC からの電気をこのブラシを介して流してるんですよね。なので常に回転してるこの軸に対してブラシが触れてるんですよね。で、こちらがブラシレスモーターなんですけど、読んで字のごとくブラシがないんですよね。じゃあどうやって電気を流してるのというとですね、実はですね、ブラシレスモーターの場合はこの軸ではなくて、カンカン側にコイルがついてて、ここに電気を流してます。で、軸には磁石がついてるだけの状態なので、ブラシモーターとは構造が逆になってるというイメージですね。で、両方ともですね、磁力で回転してるっていうのは変わらないんですけど、磁力で回転させるためには極性が入れ替わらないと回転力っていうのが生まれません。で、ブラシモーターの場合は回転によって電力が入力されるコイルが変わるので、それによって極性が入れ替わってくれるんですが、ブラシレスモーターの場合はコイルが固定されてるので、この3つのコイルに対して電気の流し方そのものを制御して極性を変えてあげないと軸が回ってくれないというわけですね。なので、ブラシモーターとブラシレスモーターで ESC にやってもらう仕事の内容っていうのが違うので、ブラシ用とブラシレス用でそれぞれ専用の ESC が必要になるということですね。で、構造そのものが違うので、モーターのターン数も基準が変わってきます。低ターンの方が高回転型というのは同じなんですが、ブラシレスモーターの場合はターン数よりも KV 値という数字を目安に性能を見ていただいた方がいいかなと思います。で、この KV 値というのはですね、 1V で回した場合の1分間の回転数っていうのを表してます。例えばですね、 3000KV だったら 1V で回した時の回転数は3000回転、これをですね、仮に 7.4V のバッテリーで回した場合は 7.4×3000 で 22200回転になるというイメージですね。なのでですね、この 3000KV のブラシレスモーターだと回転数だけで言うと、だいたい23ターン前後のブラシモーターとさほど変わらないですね。じゃあブラシレスモーターって何がいいのってなるじゃないですか。ということで、ここからですね、ブラシレスモーターのメリットについてお話していこうと思います。まずその1、ブラシがない。これによる恩恵って結構大きくて、回転軸に触れてるものが軸受けくらいしかないので、摩擦抵抗が少ないんですね。そしてですね、さらにブラシがないということは、ブラシが削れていくっていう概念すらないので、メンテナンスがかなり楽になりますね。あとはモーター鳴らしが必要ないっていう部分ですね。モーターの鳴らしって、ブラシとコミュテーターの当たり面をきれいにして摩擦を減らしつつ、電気がしっかり流れるようにするっていう作業なんですけど、そういったものも必要ないと。なのでですね、メンテナンスだけではなくてコンディションの管理っていうのも楽なんですよね。そしてその2、いろんな制御ができる。これもですね、先ほどお伝えしたように、ブラシモーターとは電気の流し方が違うんですね。ちょっと細かくお話しすると、ブラシモーターの場合は PWM 制御といって、パルスワイズモジュールパルスワイズモジュレーションといって、一定の電圧をものすごい勢いでオンオフさせてモーターの回転速度を制御してて、イメージ的にはピッ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 みたいな、そんな感じで制御してます。なのでですね、ブラシモーターの場合はモーターに電気を流す回数と送り込む時間、このバランスでその速度を作り上げてるわけなんですけど、 ESC によってはこれをどっちに振るか調整可能なモデルもあって、例えば電気を流す時間を増やして送り込む回数を少なくする、もしくはその逆で電気を流す回数を多くして時間を短くする。これによってですね、パンチ力重視かコントロール重視か変えることができる ESC もあるんですけど、
速度制御に関してはそれくらいしかできないんですね。でブラシレスモーターも同じようにモーターに電圧をかけてるわけなんですけど、さらにですねその電圧をどのコイルにかけるかまで制御してくれてます。そのためにモーターの配線も3本あるわけですね。それによってちょっといい ESC と組み合わせるとターボやブーストといった進化機能が使えたり、さらにですねその効き具合を変えたりすることができるんですね。なのでですねブラシレスの方が ESC の仕事量が多かったり構造的な部分もあってモーターも ESC もお値段が高いという傾向があります。そこでですね私がどういったシーンでこの2つを使い分けてるかというと、競技志向なマシンだったりとにかくいたずらにスピードを求めるときはブラシレスモーター、そして気ままに楽しく走らせるマシンのときはブラシモーターという感じで使い分けてます。競技志向の場合はレギュレーションの関係もあるんですけど、ブラシレスの方がとにかく安定してて長持ちなので周回させて距離を走らせるときは少しお値段が高くてもブラシレスの方が選ぶメリットが多いかなと思います。逆にですね楽しく遊んで休み休み走らせるときは ESC も安価なブラシモーターを使用して必要になったら交換するという感じで楽しんでます。なのでですね楽しく気ままに走らせることがメインの方でもたくさん走らせる方であればブラシレスの方がメンテナンスも楽で長持ちなので、ちょっとお値段が高くてもブラシレスを使うメリットがあるかもしれないですね。とはいえですねブラシモーターとブラシレスモーターでスロットルの操作感も結構違って好みもあるかなと思います。私は正直ブラシモーターの方が好きなんですけど、そこは好みが分かれるかなと思うので、ぜひですね試してみていただいて皆さんそれぞれの楽しみ方に合ったモーターと ESC を選んでみていただければなと思います。最後にですね少し簡単なご説明にはなってしまうんですが、 ESC を選ぶ上で確認しておきたいポイントについてお話していこうと思います。まずですねブラシ&ブラシレスの共通する部分で、前回の動画でお話しした配線の有無っていうのもそうなんですが、スペックの部分で私が気にしてる項目が使用可能ターン数、抵抗値、対応バッテリー、ベック出力、主にこの4点です。まずですね使用可能ターン数はまさに使用可能なモーターの範囲ですね。この表記のためにブラシレスモーターにも KV 値だけではなくターン数を記載してるのかなと思ってます。多分ですけど、ただですねここで気をつけていただきたいのが、使用するバッテリーの電圧イコールセルの数ですね。これによって使用できるモーターのターン数も異なってくるという部分ですね。スペックの限界のモーターを使用しつつバッテリーも高電力なものにしてしまうと、どこかが高確率で故障して危ない思いをしてしまうので、ここはですねご注意ください。そしてその話の流れで対応バッテリーですね。日本製の RC カーの場合は6セル 7.2V のニッケル系バッテリーや2セル 7.4V のリポバッテリーを使用するモデルが多いかなと思います。ですが実際には3セル 11.1V のバッテリーや9セル 10.8V のニッケル系バッテリーもあったりして、対応してない ESC に高電力なバッテリーを使用するというのも危険です。なのでそういったバッテリーを使いたいというチャレンジングな方はですね、そのあたりもしっかり受け止めてくれる ESC なのかどうかっていうのも確認する必要がありますね。そしてその逆で乾電池で動かすことを前提としたモデルもあったりします。その場合は 1.5V の乾電池4本で 6V ですね。なので乾電池のパワーでは動かせない ESC というものもあります。なので太陽バッテリーの下限と上限の数値を見るようにしていただくと、どんな電源が使用可能な ESC なのかっていうのが見えてくるかなと思います。バッテリーに関してはこちらの動画やこちらの動画でお話してますので、よろしければご覧いただければなと思います。そして抵抗値、これが少ないほど電気がロスなくモーターに送られて速度が出てくれるというイメージです。で私の場合はそんなに速度を求めることはないんですが、一応念のためにここもしっかり確認するようにしてますね。そしてですね最後に重要なベック出力です。サーボや受信機に対して電源を供給するための回路がこのベックですね。バッテリーエリミネーターサーキトリーです。この出力が足りてないとですねデジタルサーボを正常に動かすことができません。そしてですねサーボも高電圧を与えるほど高い性能を発揮します。 6V 3アンペアほどあればデジタルサーボでも安心かなと思いますね。ただですね最近のハイスペックな ESC はベックから 7.4V を供給可能なものもあって、逆にその電圧にサーボが対応してない場合はサーボの故障の原因にもなるので、必ずですね双方の定格電圧などを確認するようにしてくださいね。あとはですねブラシ用ブラシレス用ともに価格の差でセッティング可能な範囲が増えたり、中にはですね別途製品の追加でスマホとリンクさせられたりっていう多機能な ESC もあります。それとですねブラシレス
ESC に関してはセンサー付きブラシレス用とセンサーなしブラシレス用の ESC があります。なので使用するモーターがセンサー付きなのかセンサーなしなのか、またはですねモーターを選ぶ場合にもお手持ちの ESC がどちらに対応しているのかっていう部分も確認して購入するようにしてくださいね。こんな感じでですね、いろいろとややこしいんですが、そういった部分が分かり始めるとですね、こういった RC メカ選びも少し楽しくなってくるのではないかなと思いますね。そしてですね、逆にそこまでの機能は不要だよって場合もあると思いますし、スピードもそんなに求めてないよって方もいらっしゃるかと思います。正直私もですね、走らせれるだけで十分っていうシーンの方が多いので、普段は気軽でローコストなブラシモーターがメインです。でもですね、このあたりが分かってると、ちょっとレース出てみたいなとか、何か挑戦してみたいなって思った時に役に立つ知識かなと思いますので、ちょっとだけ頭に入れておいていただいて、皆さんの RC ライフにちょうどいいメカ類をご自身で見つけていく楽しみを感じていただければなと思います。終わりということで、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちゃんゆかでした。